3号機の状況が、TCV 格納容器の中の状況はまだあまり分かっていないので、3号機の状況を調べるというのが目的になってまして、今3号機は、水中 の、 ビークルを使って、調査をするということが、必要になっています。本当に損傷してデブリがそこにあるものなのかどうか、壊れた構造物がそこにあるのかどうか、それを見てくるというのが最大のミッションになりますので、デブリがどう分布しているのかとか、デブリそのものがどういうものなのかをサンプルで取っていきましょうとか、まあ、そういったところにつながっていくと思います。そこというか、近く